じゃあ、ここよく来られるんですか？尾道交通公園に来ました。なんか公園みたいな、教習所みたいな、普通にね入れるんですよね。ここから見たらまあ自動車教習所みたいな感じです。はい、というわけでね、今日はちょっと岡山から尾道市に来ました。まあ岡山からね、だいたい2時間ぐらい下道でね、ちょっとね面白いところが、立ち入り禁止じゃないんですよね。普通にまあ公園みたいな感じで残ってるということでやってきました。よし、止まれ。なんか廃教習所みたいなね感じですけど、じゃあ、
え、ここよく来られるんですか？会社近くで。あー、あーなるほど。ここって全然自由になんか入っても大丈夫なんですか？あーなるほど。普通にね、公園みたいな、感じで、使われてるのかな。はい、安全のやつが、あ、車使ってもしかしたらね、こういうね、説明とか講習してたのかもしれない、子供たちにね。あ、なるほど。交通安全宣言、交通安全の思想の、応用を図り、明るい豊かな社会を実現。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。なんかね、昔高橋川の方にもこんなあったようなね、河川敷の方ね、気がするんですけど、まあ、こういう尾道のちょっと上の方かな、あるということで、結構ねマニアックな感じで、昔ね、やっぱりここで教習的なことをやってたのかなと、まあ、実際にね、これ車が入ってっていうことではないと思うんですけど、まあ、ミニカーというか子供向けのね、教習してたのかなと、思います。結構ね、今となっては、まあ、子供とか、ボートとかね、遊び場になってるということです。まあ、ちょっと面白いですね、こういう形の、まあ廃墟なのかな、まあ使われてないですからね、もう。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。